いつや、までたっそても見つけなの、いね。私、この間、そのルーフトップ見ながら、20代でしこのょ、今。時っそうだてね。30歳行ってないんじゃない行ってか？ないと思行ってう。ないよね、全員ね。全員行ってないよね。と思って、すすごい。ごいもう、よ。それで、あれだけのことを成し遂げてるそう。わけじゃない、あの時点で。だすってごい活な。動期間考えたね。らね。そうなのよ。いや本当ー、に。ほんとね、小さいミスないんだよね。なるほど。あれがすごくて。で、しかも歌いながら弾いてるってさ、やっぱり鍛えられてんだな、ライブでとか思った。でもさ、ビートルズの話でしょ？でもビートルズってほら途中からやめちゃったじゃない？ライブは。あ、まあそうだけど、多やっぱ分、り。あなたたち多分本人たちはそんな意識あんまりないと思うのがすごいなと思うよね。それこそがビートルズの凄さだなと思う。そう、あれみんな20代。ねえ。恐ろしい。すごい。見た目は老けてるけど見た目はね、ジね。ョン・レノンとかすごい落ち着きがあるしねえ、みね。んな貫禄あるよね。そう。ポールなんていつもトンチンカンな格好してるし。あれさ、なんであんなにファッションセンスがないんだろうかっていなんかう。リンゴがさ、結構ドラム叩きにくそうなさ、ジャケットっていうかなんかこう、ね。あれ、叩きにくいんじゃないかなとか思ってでるもんだけさ、ど。レッド・イット・ビーの時のリンゴって地味にかっこいいんだよね。リンゴはかっいこや、いい。リンゴのドラムすごいなリと思ンっゴた、はすご私、い。あのルーフトップ見てまた新たに。まあ、それこそ、チャーリー・ワッツもすごいけど、チャーリー・ワッツすごい好あんまき。り、ね、リンゴとかチャーリーってそんなそんなに、に、そのその、評価？ドラマーとして評価されないけど。いや、でも、すごいなと思った。リンゴはすごい。ね。センスもあるし。かっこいいし、ファッションセンスもあるし、ね。おしゃれだよね。クラプトンと一緒にやってるステージを見たよ。リン見たゴ？よ。年末、出てきて、へリンゴが、えー。カムトゥギャザーを一緒にやったんだよ。そう。彼は歌わなかったけどね。誰が歌うの？クラプトンが歌ったのかな。クラプトンが歌ったの？カムトゥギャザーを？あの生音すごかったね、リンゴの。すごそう。風がね。ドンってくるもんね。ちょうどリンゴの真正面のかぶりつきのとこにいたから、素敵。もう、だからアルバートホールみたいな感じで、ステージもすごい低いし、もうかぶりつきで、素敵。すごかったね、あの音。リンゴはね、ライブ見たことあ、あれ見に行ったことない？オールない。スターズ。ない。ないんだ。私はないの。あの人、80いくつだよね、もう今。そうだよ。リンゴっ80て、代？だって、81じゃない？ 81？ 40 年生まれでしょ？そうだよね。そうなんだ。そうだよ。7月7日だから。すごくない？すそれっごい。て。すごいよ。なんで、チャーリー・ワッツと同じとか上とか、そんな感じ？チャーリーっていくつだったんだっけいくね。つだったでもの？そのぐらいでしょ？だってポールだって、もうそろポそールろ。が79。ねえ、そろそろ。じゃない？確それか2でつ下だよね。あんなライブやっちゃうわけ。そうだそれはよ。すごい。あれはすごいよね。本当にすごい。もう BB キングなんてその時、座ってたよね。座っ座ってたたよ。ね。ポールはすごい。3時間超えでしょ。それ言っちゃったらミック・ジャガーとか。いや、すごい。す走ごい。ってるもんね。ねえ。すさっごい。きのそのブルース・スプリングスティーンはちょっと若いんだけど、いまだに4時間ぐらいやるのよ。もうそれでね、ファンがね、ブルース&アイっていう DVD があるんだけど、その中でいろんなファンがいろいろこう言ってんだけど、ファンがもう年取ってるから、もう大変だからもうちょっとコンサート短くしてほしい。ファンの方が、そう。見てきて、だってスタジアムとかでやるから、立ち見で、そっで、か。私、あの、知り合いが、海外見に行ったりすると、12時ぐらいのゲートオープン行って、かぶりつきで立って、ずっと始まるまで夜までずっといて、で、そっから4時間ぐらいの見て帰ってくるみたいな。それを次の日もやるみたいな。きっちり100分ですよ。ね。残業なし。まあきっちり100分。
まあ大変だと思うけどね、あのギター。そうね、そう大変だと思う。ね、大変だと思う。ねえ、きっちり100分。きっちり100分の中で、私は最近、クイーン・オブ・スペードは好きになりました。あそこで一旦、あの、ちょっと後半に向けての調整してんなと思ったら、うん、重要な曲だなと思ったら、好きになりました。でもそれだったらストーミーマンデーでもいいと思うしさ。あ、なるほど。ほぼ同じなんだから。ほぼ同じだけどね。うん。うん、まあ、Have You Ever Loved a Woman でもいいんじゃない？聞きたいね。ね。聞きたい。それやるだけでもお客は狂気乱舞するわけだからさ。ね、うん。変わんないね。変えてこないね。でもきっといいと思ってんだね、本人は。それが、ね、うん。で、お客さんも喜んでると思ってんじゃないか。だってお客さんが聴きたいと思う曲を僕がやるんだって言ってたよ。なんかの。そう、笑うとこなんだ。なんかのインタビューで、うん、なんかみんながファンの人が聴きたいと思ってるような曲を僕はステージでやってる。そうなんだ。いや、それは大きな間違いだなと思って。みんなで教えてあげないといけないんじゃない？だから手紙がなんか書いて、これをやってくださいって言って。もう、ポストに入れてこうかなと。これが聞きたいですとか、これはもういいですみたいなのをちゃんと言ってあげないと。ね、メールアドレスとか知らないから、書いて、行って、そうね。行って、ロンドンのお家に、そう、投函して、そう。だからそういう意味で2006年にそれ目覚めたんだけど、うんうん、今は、うん、あの、みんなが聴きたい曲じゃなくて、うん、自分が歌える曲になっちゃった。なるほどね、そうね。まあ、歌は確かにね。歌はね。しょうがない、それは。しょうがない。でもさ、この間のロックダウンセッションズとかで随分いろんな曲やってたじゃない。うん、ステージでやったことない曲とか、うん、初めてやる曲。なんか、あの感じだと、これからちょっと期待できるかな、みたいな。気もするんだけど、ちょっと期待しすぎかしら、これは。いや、まあでもそうじゃない。ね、あの、アコースティックコーナーだって、いつも同じ曲ばっかりだったけど、これからね、ちょっと違う曲にするとか。だからまあ、エレキセットでソロでスパークする瞬間があるかっていうと、それはもう難しい。まあ、シェリフでちょっと、たまに。ちょっと頑張れるね。ちょっと頑張れるね。5秒ぐらいで。いや、もう十分でしょう。左手がちょっとこう、ハイポジションの方に動いて、あと一歩みたいな。ああ、下がっちゃった。そう。あそこでさ、みんな息を飲むんだけど、ああ、次の瞬間、下がっちゃった。しょうがないよね。しょうがない、しょうがない。今はこうやって見る、こうやって、ありがたい、ありがたい、って。いや、それでね、例えば、リバー・オブ・ティアーズとか、うん、久しぶりにやった、しかもアコギで、すっごいいい感じで、やったから、ああいうアレンジして、昔の曲とかもね。うん、もうさ、全編アコースティックでもいいぐらいだよね。ああいう感じならね。ああいう感じならね。アコースティックの方が、そう、ね、いいんじゃない？それで。うん。で、年一回のなんかチャリティーショーかなんかでさ、エレキ、ちょっと何曲かやるぐらいでもういいんだと思うよ、それで。でも、指が痛くなっちゃうから、そうそうそうアコギだと。血まみができちゃうから。血まみができちゃう。痛い。だいぶ痛いって言ってたからね。痛い。もう何度もね、訴えてたもんね。訴えてた、こうやって。こうやってね。これ映して、こんなに手がこんなに。大変なんですよ。実際すごかったね、あれね。うん、で、なんかこのね、皮がこうなって何層にもなって、ここなってこうなると治るんだよとか。痛い。すごい訴えてたよね、何度も。そっか、エレキセットでも BB みたいに座って弾いてればいいんだよな、それでいいんだよ。長生きした。あれ ?70? した。まだ生きてるんですか。してる。でもさ、あの年代の人って、元気っていうか、ポールももちろんリンゴもそうだけど、あの、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベック、その3人いた人、あと、キース・リチャーズ、ミック・ジャガー、なんか、意外とみんな、そう、元気。ね。で、ライブを初めて見たのも81年なのね。クラプトンの？そんなに早くに見たの？ 81 年で。ってことは、
高校1年高校1年。福岡に来たんだ。福岡来た。で、その時に、なんか少しずつ少しずつ、あの、レコード集めてて、レコード屋さんから、ほら、怪しい中高生じゃない、うん、そんなとこ行くって、うん、こんなとこ行くって、怪しい中高生で、いや、今度、なんか、福岡サンプレス来るって、つって、もう行っといた方がいいよ、この人。もう本当にいつ死ぬかわかんないから、絶対行ってきなさいって言われて、行って、今に至ります。なるほど。ほんと、もう81年でそういう感じだったんだ。よくご両親が許してくれたね、生かしてくれたね。81年も、まあ大丈夫だった。でも、高校生でしょ、高校生。うん、まあでも、それ、うん、初めてのガイタレ、初めてのガイタレがそうなるかな、かな。なんかそう、自分の意思で行こうと思ったのは、ここ初めてで。うんうん、期末試験中だったんだよ。あら。10月3日。期末試験中。よく行ったね。行ったけど、そっから後の試験がもうボロボロ。次の日から。ていうか、よくご両親が許してくれたっていうか。まあ、頑張るっつって言ったんだろうね、きっとね。一人で行ったの？いや、この間一緒に軍艦島行った、トーミちゃんと。この間軍艦島に行ったんですよ。ああ、そうなんだ。うん、そうそうそう、トーミちゃん、誰も友達おらんけんついてきて。ねえ、やっぱ一人ではさ、ちょっと高校生はいけないよね。誰もおらんけんついてきて。いいよいいよ、つって。そっかそっか。セットリストとか覚えてる？セットリストほとんど、だからあの時代だから、アナザーチケットのツアーだから、うん、まあまあ、ジャストワンナイト、メンバーもそうだし、うん、来て、で、ゲイリー・ブルッカーいるから、うん。あのさ、ジャストワンナイトってさ、アナザーチケットじゃなくて、もう一個前バックレスね。バックレスからだけど、メンバーがあの感じだから、うんうんうん、あ、そっかそっか。それに似た感じで、うん、ところどころ、うんうん、アナザーチケットからの曲が入って、うん、でもアルバートリーはセッティングミーアップやってたし、うんうん、カントリーボーイとかやった、カントリーボーイやったやった、うん、あとハズ、うん、とそこにゲイリー・ブルッカーが、ゲイリー・ブルッカー、ゲイリー・ブルッカー来てるから、うんうん、おお、そういえばアルバートリーってクラプトンより年上なんだよね、確か。と思ってびっくりしたことがある。あの人もすごく元気じゃない？うん。でもなんかおばあちゃんみたいになってる。そうそうそう、おばあちゃんみたいな。魔法使いみたいな。そうそうそう。魔法使いのおばあちゃんみたいだけど、全然健在だよね。健在。健在。おばあちゃんみたいに全然話ちょっと飛ぶけど、うん、うちの姪っ子が今高校生とか大学生とかがいて、うん、ポールが来日、うん、するときにほら、朝のワイドショーとかでやってると。うん、で、なんかの話で打ってきて、ビートルズなんて、ビートルズって、ああ、時々来るおじいちゃんだね、まあ、合ってるよ。合ってる。うん、間違いじゃない。自分のおじいちゃんに全然年上なんじゃない？自分、いや、一緒ぐらい。一緒ぐらいか。一緒ぐらいか。あ、一緒ぐらいか。うん、時々来るおじいちゃんか。でもなんかこう街中で、ちょっと今ほら、何、文房具とか T シャツとかに、うん、あの、ビートルズアイコン使われてるのあるから、うん。かわいいよね、つってね。かわいがっていただいてありがとうございます。俺たちがあと10年経ったらさ、うん、何聞いてるかな。もうほとんど死んじゃってる、ね、?10 年はちょっとしんどいかもね。ね、うん、生きててももうやってないとかね。やってない。生きてても日本までは来れないとかね。来れないし。うん、こっちもこっちで海外にも行けないし、行けないとかね、行けないし、この人はすごいアーティストだったんだよっていう、そういうのばっかり聞いてたの、聞いてんのかな。うーん、どうなんだろうね。レジェンダリーアーギタリストとかさ、うん、レジェンダリーアーティスト、うん、あ、リビングレジェンドだ。リビングレジェンド、はい。で、英語でいいじゃない？はい。でも10年後はレジェンドオブギタリスト。リビングが、ね、リビングが取れちゃうね。そうね、10年、10年経ったらしんどいよな。だそう思うとさ、俺、すごい言い方気ぃつけてんだよね。よく伝説のって使うんだけど、うん、あの、生きた伝説の、リビングレジェンドって、布教してるんだけどね、うん、なかなかみんな、なかなかみんな